えー、こんにちは。恋愛の世代間格差というものも存在するのかもしれませんけども、今回の舞姫大学、えー、Q&A なんですけども、恋愛 Q&A でですね、まあ、男性が女性に告白する、女性が男性に告白する、まあ、様々なパターンあると思いますけども、まあ、私のね、時代っていうのは、多分今の時代、これ時代でくくれないかもしれませんけども、あの、女の子がね、憧れの先輩に、ラブレターで告白するみたいなのは、 結構伝統的にに私の周りりはありましたねでそういう風に告白されるような男になっていきたいという風な願望も男にはありましたであとねそこそこ仲良くなってでまあ友達のようにクラスメイトのように関われるようになって何か思いが出た時っていうのはどちらかというとあの男性からね言ってあげるっていうのが、まあ、優しいんじゃないかなという風なあ考えもありましたね でですんで男性が告白して振られるならいいんですけども女性が告白して振られるとちょっとかわいそうだなっていうところもあったり、うん、それからねやっぱり女性が告白する時って唐突なことが多いんですよ、うん、どちらかというとねだからひっそりと陰で見ていたあのサッカー部の何々さんあ何々先輩大好きみたいな感じであのいきなり「すいません何々先輩」とあの「これ読んでもらいたいんですけど」とか言って手紙を渡すケースとかね まあそういった微笑ましい、まああの古式ゆかしい恋愛のパターンかなっていうふうに私は考えていたんですけども、そういうのとかね。あと、男性から女性に告格する例っていうのは、なんかクラスメイトとか、まあグループ交際とか仲良くしていてね。で、あのさ、俺ちょっと言いたいことなんだけど、今度プールの裏のとこ来てくんねえかなみたいな感じで、ぶっきらぼうに呼びつけて、うん、ずっと前からなんか気になってたんだけども、これからなんか友達としてっていうよりも、 なんか付き合っていかないみたいな感じで男性が女性に告白するみたいなねそんなパターンだったかなと思いますまあ、ですんでね女の人から積極的に告白する時は唐突で男性から女性に行く時は友情を超えた時って感じですかね <laughs>、えー、あのそれであの男女がね歩く時のペースですけどもやっぱ男性が前を歩いて女性がちょっとだけ後ろとかねあの、まあ、そういったパターンが多いんじゃないかなと思いますよね で、そういった人たちの方がモテるような気がしますね。女性にしても男性にしても。あの、いちいち女の人の背中に隠れる男性、なかなか持てないと思いますし、あの、男性をね、えー、追い抜いて前を歩こうとする女性も、これまたモテないと思うんですよ。これなんでかわかんないですけども、男女差別なのかどうかわかりませんけども、まあ差別なら差別でいいんですけども、現象としてそうした方がうまくいくっていうふうに私はね、見えるんで、私自身もそうじゃなかった例はないですね。 女性がいくら積極的でもやっぱりね五分の利を男性に割いてくれる人との方が私はうまくいったかなと思いますしその分ね男性が割を食うのは2倍3倍あるわけですよ、うん、だからどっちかっていうと痛い面は男性が背負ってあげるみたいなねその分、うん、私の彼氏ってかっこいいのよっていうふうに立ててくれる女性が大事にされるのかなと思いますよねやっぱ自己主張が強い女性っていうのもいますけどそういう場合はやっぱ女性がどんどん主導権を握ってね 割りを食ってもらうのも自分から進んでっていう。うん、まあ、そういった女性は、うん、守ってもらいたい願望の。例えば年下男性とかから受けるんじゃないかなと思います。で。使いようかなんかを思いますね。この辺はね。うん、あの。うん、なんていうのかな。あの恋愛って。時代に左右される部分ももちろんあると思うんですよ。みんながこうしてるから。じゃあ、自分もこうしようかなと。でも、いつも時代を切り開いて恋愛価値観を変えていくのは。 少数のの自己主張をする人なのかなかと思うんですよで自己主張があるんだけどもでも相手の自己主張も汲み取ってバランスを取ってくれるようなそんな環境を作っていけると長続きするのかなと思うんですよ。うんやっぱりね強く出る時ばかりじゃなくてそうじゃない面も見せることによって、えー、受け取り方とか感じ方とか柔軟にできていくのかなと思うんですよ。 で言い方が随分抽象的になりましたけども基本的にはやっぱり男性がリーダーシップ取った方が多くの場合はうまくいくと思うんですよね、うん、やっぱりこう台所の件もありますけどもあ、そうそう台所にね男性が入るようになったのは私は思うんですけどもまあ、昔はあの火を焚いて窯でご飯を炊いてましたでお掃除も女性が水を汲みに行ってねその水でもって残りの水の分量と調整しながらあの掃除をしたりとか お風呂を沸かしたりしたたりと思うんですよつまり女性が全部その水回りを仕切っていたの役割としてねだから女性にやってもらった方が絶対うまくいったんですよその時っていうのは全体のバランスとかね在庫の関係とか買い物に行く行かないっていうのは全てを家のことを司っていましたんでねでもだんだんそうじゃなくなったのはテクノロジーのせいだと思いますよね例えば電気釜のタイマーをかける時 女の人がね、ちょっとこれ難しくて分かんないんだけど、つったらやっぱ男はね、かっこつけて分かったふりして、これはこうやんだよ、とかやるわけですよね。しまいには、あの、メカに詳しい男性っていうのが増えてくるわけですよ。もともともメカに詳しい男性っていうのはそんなにいなかったんですけども、だってテクノロジーが世の中に蔓延してなかったんでね。まあでも、戦争が終わって、 軍隊から帰ってきた男性というか、それから、あの、一定の訓練を受けた男性っていうのは、まあ、電化製品、家電ですか、ああいうのは共通のオン・オフがあったりとか、調整があったりとかして、実はね、あの、複雑に見える機能も、単純なパーツの組み合わせってことが分かってるんで、説明書なんて見なくても、さっさっと扱えるわけなんですよね。でそこへ行くと、やっぱり、えー、火で釜を焚いたりとかね、雑巾で掃除をしたり、 ということを伝統的に繰り返した女性はテクノロジー的には置いていかれたところがあって台所に男性を入れていく機会が増えていったんだと思うんですよ。でしまいには掃除機洗濯機もうねボタンでポンでしょだんだん難しくなってきて、まあ、女性もずっとやれば分かるんですけどもやっぱり男性に相談する例とか増えたと思うんですよ「ねこの洗濯機ちょっと壊れたみたいなんだけどもう買い替えた方がいいかしら」って聞いた時に「あこれはねここの機能こうやったらまだ使えるんだよ」とか言ってね男性がこうね 職場でで得たた知識で教えててああげるみたいなことがあってだから男性が家事に参入するその障壁は随分と削れたのかなと思うんですよ。でもいまだにね思うんですけどもあの男性に家事をやらせるようだと女性は失格なんじゃないかなと思います。これは女性がそういう風に思った方がいいってことなんですよ。自分の領域は自分で守る。ね、だから最近ですとね家事手伝うよっていう風に男性が言うのはタブーとされてるんですけども私はこれはね家事は手伝うでいいと思うんですよ。 うん、これ逆の立場を返すと男性が外に行って稼いでる時にね、うん、女性がね「じゃあ,あなたの仕事を手伝うわよ」っていう風になるのかならないのかですよだって稼ぎは共通のものでしょだから手伝うってのはおかしいんじゃないってじゃあねあの職場に行く男性が奥さんに向かって言うかって言ったらそうはならないと思うんですよで敬意を持ってあの女性に対してはね奥さんに対しては「この家は君に任せてたんで頼むよ」 っていいいううことでいいと思うんでで思んすよもう信頼してるからねそれがうまくいかなくたってそれも込みで信頼してるとだからまあそこにですね共働きとかっていうのが入ってきたりとかまあね女性特有の月のものとかが入ってきてコンディションが整わなかったりとかね様々あるんでそういう誤差っていうのは男性が強い気持ちであの柔軟にね受け取ってあげればいいんじゃないかなと思うんですよ。 まあこういうこともあるよねみたいな感じですよね。だから常にいつも通りできていることを求めるんじゃなくて、同時に期待するんではなくて、じゃあ男性から見ると、奥さんがたまたまできてない時はどういうふうに対処するのかってことをいつも用意しておけばいいだけなんでね、それはリスクヘッジとして、うん。で、ちょっと話巻き戻して元に戻ると、じゃあ家事を男性がするしないっていうことですけども、テクノロジーのおかげで、だんだん男性があの家事にね、 手を出すすここことととがが多くなななってきたのはこれはれ仕方がないことかなと思いか思ます転じて男性は独身時代結構ねあの家事を楽しんでるんですよ。私もそうですけどもあのやっぱ10代の頃から自分で料理をするとかね美味しいものを作って食べるとかね人に振る舞うとかバーベキューにホームパーティー人を呼ぶみたいなところにやっぱり一種のねあの喜びを感じてるんですよ。だからね 私もそうなんですけどももう20代の前半から自分専用の包丁を持ったりとかね研ぎ石を持ったりとかそれから魚を持ってきてねそれを3枚におろしたりとかするわけなんですよ。で当然ですけども焼き物とかね、えー、パン物とかそれから煮物、うん、もう全てやるんで特に家事に何か女性の力が必要だなとは思わなくなりましたね。 でもやっぱり結婚生活を送ると全部自分でやっちゃうと女性の立場がなくなっちゃうみたいなね、うん、自分の気持ちでこの家庭を支えていこうと思ってるのに全部男性に取られちゃったらそれはそれで面白くないんですよねだから何て言うのかなこれこっから私の立場になりますけど私もね飲食店を何店舗も経営してきてそのアルバイトとかね社員さんに掃除とかクリーンリネスですね整理整頓とかそれから調理とかサービスとか接客とか それから、玄関周りのプレゼントが教えてる立場なんですよね。そうなってくると、じゃあ、自分の奥さんを見た時どうなるかってことなんですよ。それは何もかも自分でやってきたテンポレベルで考えたら、いやー、これは参ったなと思うんですよ。思うんですけども、それと家庭でのまたね、あの、頑張りは別で、女性を立ててあげないといけないところもありますし、女性をやり込めたりと恥をかかせるのが全部目的じゃないんで、あの自分の住みたい家の状態に、 すればいいいんじゃないかなかってこととあとは自分の大切な家族を迎えるためにはどういうふうな家を作ればいいのかなってことを考えて、えー、まあ能力が及ばないところとかアイディアが出てこないところとかも込みでねそれを全部男性を受け入れてあこういう家に住みたいんだな暮らしたいんだなもしくは、うん、今まだその構築の途中なんだなってことを受け止めてあげればいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、言い出せばキリがないですし本当にねギャップを感じるといえばあの いい店を作ろうと思ってきたレベルで自分の家を見た時に、まあ、同じようには見れないのはね仕方がないなって思うことかなと思いますよねであと家計簿の問題もありますよね家計簿って当然ですけどうちの家計簿は私はつけるんですけども,もやっぱりねつけらんないですよねあの商売をやってる女性だったらねなみさんとかは大丈夫だと思いますけどもそうでもない限りじゃあ莫大な資金のね移動してる私の 家計簿付けられるかなってことは無理ですよね,もうね金額が違うし項目が多いしレシートが多いしいやもう無理だと思いますよそれは、うん、だからねなんかその家のことと家の外のことを切り分けられた時代ってのはあったと思いますけども、まあ、今はできる人がやればいいのかなと思うところですよね、うん、だから自分がここまでやったからあなたはここまでっていう切り分けも おぼろぎにあってはいいと思いますけども9対1とかね10対0で五分五分っていう考え方も、うん、入れていかないとなってところがあります時と場合によってはねまあ感謝と敬意を忘れないことかなと思いますけどねはいということでございます男女の格差っていうのはまあ,まあ埋まらないんですけどもだからこそお互いに求め合ったりとか離れていったりとか その絡み合った糸っていうのはどこでもつれているのか切れているのか誰にもわからないということなんじゃないかなと思います。男女の Q&A なかなか面白いんで、できればね、もっともっと続けていきたいなと思います。ありがとうございました。